大丈夫ですか？痛い痛い、待って、オープニングが取れない。ちょっと待ってさ、本当に。シロップの大冒険をご覧の皆様、お疲れ様です。シロップの大冒険です。今日はですね、この、公園でちょっとね、リー先生とケイシーさんのね、前回の試合、果た試合、ね、沖縄大決戦石川闘牛場大会のですね、ちょっと試合感想とかちょっとインタビューをねしていきたいと思います。もうそろそろお二人ともちょっと到着すると思うので、もう少しねちょっと待ってみましょう。ではお茶っす。もうケイシーさんどこかな、ちょっと来ますかね。家那覇だからちょっと遠いかもしれないですね。いるかな。いますよ。いらっしゃいました。やばいな。新生の場所でやばくよ。やばいことしようとしてますよ。大丈夫ですか？市内もってあそこ入ってていいんですか？バレちゃったって、もうめっちゃやばい。これちょっと待ってください。お疲れ様です。あれは何やられてる？大丈夫だよ。あれ気合い、気合いですか？全ての気を自分に取り込む。ちょっとすごいですね皆さん、やっぱパワーが違うさ、人が一気にいなくなったんです。参拝者がみんな帰っていったんです。そうですね。いや、それぐらい俺が気を全部溜め込んで放出したから、はい、そうみんなが、あ、もう大丈夫だと満足した。満足したからみんな帰ったと思うよ。すごいプラス思考ですよ。さすがです。ちょっとまだ、うん、ちょっとリー先生がちょっとついてなくて。45分。あ、いや、俺を待たして遅刻か。ちょっとそういう形かもしれない。にゃー、ヒンギタイヤー。違うか。ヒンギてはない。ヒンギてはない。来てない。来てない。はい。ちょっともう少し待ってみましょうかね。オッケーオッケー。はい。どこかな。いや、ケイシーさん、全然来ないですね、リー先生。教えてるな。ありえないっすよ本当に。いやー、どこ行ったかな。あっ、リー先生。いや、嘘が。ちょっとカメラマンさん、あちら見てください。本当にね。
いつになったら来るんだよ。あれ、何ですかこれ。ケイシー監督、カナさん、ケイシー監督、果た試合勝利おめでとうございます。琉球ブルースリー。おお。すごい。あ、これ。おお。勝利者賞か。俺に。でか。でか。でかモンスターや。でかモンスター。それは何ですか。勝利者賞。ミノタイガー、これ僕に、李先生に、ミノタイガーさんから。すごいですね、こんなのもらって。僕はどういうことやねん。気まずいやないか。あ、じゃあ皆様、このね、僕だけ勝利社長がないんでこのシロップの大冒険 T シャツ、ぜひともね、お買い求めをねしてもらっていいですか。これちょっとインスタグラムかツイッターの DM の方でね売ってますんで、 DM を送ってもらってよろしくお願いします。というわけでね、皆さん、先日の果た試合、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと試合の感想とか聞きたいんですけど、まずリー先生、どうでした？初めての試合、いい感じ。見事ね、準優勝に輝いたリー先生です。はい、それでね、林先生、1回戦の相手の人とか、1回戦の試合はどういう感じでだったんですか。あ、そうですね、うん、まずは自分のリードパンチが効いて、うん、それで攻撃したけど、うん、相手の攻撃もなかなかきつかったと。すごいいい試合でしたね。もういい試合だった、はい、うん、で、なんか2回戦はなんかちょっとダウンもらっちゃう危険なシーンとかあったんですけど、うん、大丈夫でした、うんうんうん、そう、ダウンもらいはしたが、うん、ダメージはなかった、うん、なるほどね。システマやってるから、うん、あれ、うん、足が揃っちゃった感じで、うん、倒したの、うん、そうそう、揃って倒れたけど実際ダメージはなかった、うん、だいぶ、うん、そのダウンがね、一つがなかったら、そうです、ね、判定いい形で攻めて優勝できたんじゃないかなと思うけど、うん、でも相手の人はすごい強かったですね。はい、すごかったね。あの名門クレイジー B の選手ですね。ドマンクレイジー B の。ただリーはね、かなり緊張してたと思うよ。デビュー戦中のもあってね、緊張してましたあれやっぱり。うん、ああ、だけどね、まずね、憧れのブルース・リーの衣装で、うんうん、はい、入場して、何よりもざわついたのは放送席がざわついてて、ね、なんだこの人はブルースリーが出てきたコメントに困る、コメントに困る感じで、え、このまま戦うんでしょうかみたいなね。あれ、うん、初めて見た人ってディースこれふざけてるのかな、ふざけてるようにしか見えない真剣なんですよこれ。そう、真剣、はい、マジでやってるから、ね、マジでマジで練習吐きまくってるから、ね、そうですね。いや、本当にいい試合でしたね、うん、素晴らしいデビュー戦で素晴らしい挑戦だったと、うん、で、それで、はい、ケイシーさん、あ、もうめちゃくちゃ場内がもう大爆発したすごい190センチの黒人の兵隊の人とやって、ノーガード戦法、どんどん前に出ていく、あの KC スタイルが見れて、実際にね、スパーリングで
あのラスト10秒メンバーみんなにねパンチ打たさせてて、うん、リーにもたくさん殴らしてたんだけど、 あれメンバーの心を鍛えるっていう目的でやってはいたんだけど、同時に僕のタフネスがあの開花してる、もうどん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 あの殴られても効かなくなってしまって、あれそんなことあるんだ、あれ多分ね、はい、あのちょっとおかしくなってるかもしれないですね、麻痺、麻痺してるかもしれない、心配するコメントもあってるんですよ、あんなに殴らせて大丈夫かと、あんなに殴られて大丈夫かと、僕聞いた話によると、こう打たれ強さとかっていうのは、もう限りある資源だと聞いてるんですけど、なんかどんどん上がってるっていう、どんどん上がってるっていう不思議な現象が、すごいですね、僕には起こっていますね。でまたあのその試合の2週間後に東京の果た試合にも、はい、行ってきたみたいで、行ってきて北海道の空手マンとね、はい、出ましたんですけど、それも、はい、それもあのノーガード戦法ですごい試合でしたね、あれ突っ込んでいくっていう僕ね飲んでる席とか外で以外で、はい、喧嘩なったり、はい、殴るのは暴力で、僕は暴力反対をずっと訴えてるんですよ。だけどリングの上では、はい、好き放題人殴って、あ、人に勇気与えるとか、うんうんうん、人が感動したとか、ね、好き放題暴れていいいろんな技術練習して、はい、ディフェンス、カット、ジャブ、ワン、ツー、スリー、いろんなの練習してるのにね、リンク上がってゴングになった瞬間ね、クニアーぶっ飛ばすって先生、これだけってもうここから打つガードもしないね、あれなんか違う、30年前の中学校時代のケイシーが憑依するのあの伝説も皆さん聞いてますよ、本当に、今度その話もなんかぜひタイミングあれば、そうですね、あの中学校の頃のあのこうヒールだった僕は話題を、あ、一応放送できる範囲で放送できる範囲でね、はい、うん、そしてですね、なんと、私のこの T シャツ売ってるじゃないですか、この売ってる T シャツを買ってくれた人がですね、なんかのそう振り込み先をなんか指定してやってるんですけど、はいはい、すごい多めに入れてくれたんですよ、はい、神奈川県のですね、はい、小川さんという方がですね、インスタグラムで、でこの小川さんこの方がですね、この、余ったお金で、はい、リー先生に、はい、カロリーメイトを買ってあげてくださいという内容のメッセージも届いてですね、あの計量クリア余裕と勘違いして、はい、5箱食べて計量オーバーして前日に計量の前日にですよ、これ YouTube 載せてるんでぜひ皆さん見てくださいね、前日にもなんかもう、あ、もう OK だとクリアしたからって言ってカロリーメイト5箱食べてオーバーしたんですけどオーバーして朝から何キロ走ったの、はい、6キロ、朝から6キロ走って、やばいですよ、試合前に疲れさせて本当に、お前何すんだろうな、教えてるかもうでもまあそのことがあって大好きなカロリーメイトを、うん、今日ですねこちら皆さんご覧ください、これカロリーメイト買ってきたんだね、じゃ先生、はい、小川さんからです、これは次の大会の計量の前日に食べなさい楽しみですね、小川さんありがとうございます、小川さんありがとうございますそしてさらにですよ、あの T シャツ買ってくれた方が T シャツにリー先生と私のサインを書いてくれという方がですねいらっしゃって、ちょっと今日はちょっとそのサインをちょっといただきに来たんですけど、よろしいですか、ありがとうございます、すごい、書いてほしいメッセージもあったんですよ、なるほど、入り前に
ですね、僕が持つので、愛知県のですね、テリーさんですね。テリーさんが、ありがとうございます。ありがとうございます、リーさん。リー先生にはウォークオンかビーウォーター、どちらかのメッセージも書いてほしい。ウォークオンっていうのは、あのブルースの言葉があるんです。どういう意味なんですか。さあ歩いていくぞっていう。あ、そういう、どっちがいいですか。リー先生に選んでほしいいらっしゃるって言っていらっしゃる。書きますと。書きますと。琉球ブルースリーと、じゃあそのメッセージをお願いします。じゃあこちら、ちょっとめっちゃ光ってる、はい、大変だ大変だ、黄色で文字が消えた。ちょっと待ってください、こんなことあります。もう一回、一回書いてみましょうかマジですかこれ。ちょっとですね、白、これ黄色ちょっとつくと思ったらつかなかったんで、これ後日またちょっとリーセンスのところに持っていきましょうかね。ちょっと白か、白のマジックペンを、こんなことありますかね。テリーさんすいません、ちょっとまた後日リー先生の家に突撃したいと思います。いやちょっとまあね、そうちょっとトラブルはございましたが、ね、また気を引き締めて、またそしてですね、なんと5月あたり何かまた新しい興行が、はい、来年の2022年5月、はい、はい、うるま下目的ドームの石川闘牛場にて、はい、格闘技大会を開催します。ありがとうございます。完全にあの私があの企画主催した格闘技大会になっております。素晴らしい、楽しみですね。そこで、そこで、はい、なんと琉球ブルースリーはテコンドーに挑戦します。おお、すごい、テコンドーマッチお、新たな挑戦ですね皆さん。これテコンドーはね、あんまりもうほぼパンチがなくてキックのみで蹴るような、まあ、ルールになりますので、うんうんうん、キックボクシングみたいな顔面パンチっていうのがダメなので。ああそうなんですね。そうなので蹴りばっかり、うん、相手を蹴りまくるリーを応援してほしいと思います。すごい楽しみです。蹴り技極めようね、うん、そしてそして、はい、シロッペ君は、はい、無差別級のトーナメントに出します。来ましたね。来た、ついに組めそうですか試合は。実は今、はい、外人のヘビー級重量級と、はい、あ、いいですね。あと一人大物ゲストが東京からやってきます。本当ですか。はい、もうね、この方はね約30年近く現役をやっていて、もともとはあの力士です。お相撲さん、力士、力士から、はい、ボクサーになり、ボクサーから今キックボクサーになっている、東京で現役でバリバリでプロとして活躍している、はい、天翔山さんという方が、天翔山さん、はい、へえ、が、すごいな、出場エントリーが決まりました。あ、これは皆さんすごいですね。1回戦を、白っぺくんのトーナメント、無差別級トーナメントの1回戦を、その天翔山さんと組みたいと思ってます。もう1回戦でですか。1回戦で。楽しみですね、これ。はぁ、これちょっと、めちゃくちゃまた、頑張ろうかなと思いますよ。はい、大暴れしてほしいですね。大暴れしますよ。僕、はい、やっぱもう、看板選手になりたいんで、うん、次の、よし、大会で。じゃあちょっと元力士 VS 元プロレスラー、うわー、この、ね、試合を見たければ5月の石川闘牛場に見に来いと。そうですね、闘牛場見に来てほしい。やっぱり生の歓声、はい、うん、生のこの声とか、うん、殴る音とかはやっぱ生で見る方がいいよね。やっぱ何でも生が一番って言いますもんね。そう、何でも生が一番、うん、ビールも生だろ。
喋らないリーに歩こう。いろいろさしてもろて。ね、さあこれ楽しみだね。楽しみですね。現役プロキックボクサーを、はい、シロッペが、はい、ぶっ倒すことができるのか。めちゃくちゃ大暴れしますよ。楽しみ。また皆さん楽しみにしててくださいね。とんでもない試合見せますんで。よし。じゃあまたケイシーさん、はい、練習や、はい、撮影やら、はい、これからも、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。おっす。じゃあまた皆様来年からもシロップの大冒険をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。頑張るぞ。